こんにちは、速軸の久保です今日ね、いや非常に感動したことがまた起きました。あの、NHK 党の立花隆さんに、初めてね、ツイッターからダイレクトメッセージを送ったんですよ。そしたらね、返信がすぐあったんですよね。内容についてはここでは控えさせてもらいますけども、いや、これすごいことだなと思いました。あの、私もね、いろんな政治家さんにアプローチして、お電話したり、メッセージを送ったり、 約束を取り付けたりとかしてきたんですけども、一応にですね、忙しくってなかなか返信ができませんというふうに言われるんですよ。一応にです。あの、まともにダイレクトに私の希望する政治家さんとね、お話できたことは、まあほぼないです。だいたい間に入る人が忙しくってなかなか連絡がつかないんで伝言をお預かりします。そして、返信は大体いいないです。ね、どの政党の方もそうですよ。公明党だってそうですよ。令和新選組だってそうですよ。 その中でね、コールセンター今、ひっきりなしに稼働していて、最も忙しい時に、コールセンターで電話対応もされている、動画の方もされている、他のスタッフさんへの指導とか、監督もされている黒川、黒川敦彦さんとのやり取りもしてるでしょその中でね、私のメッセージにきちんと返信してくださるんですよ。当然、他の方からのメッセージもあるでしょそういった方への返信もしてると思います。これすごいことだなと思いました。 一体一番忙しいの誰ですかね、うん、都合が悪くて、忙しさにかまけてるのかなとでもちゃんとね、返信できるわけですよ。ちゃんとできますよ。そのためのインターネットツールじゃないですか。それまでのアナログなことで対応できなかったものを、インターネットを使うことによって、解決できるわけでしょ。う。これはすごいことだなと思いますよ、はい。すごいなと思いました。え、そして同じようなことがね、ネットビジネス、私のね、 関わっている情報業界でも言えるんですけども、大体、まあ、こういった私も速可塾っていう塾を運営したりとかね、今、FX オリガルヒっていう、そういったグループも運営してます。二つを運営してるわけですよ。でも、誰よりも最短最速で返信を、しかも可能な限り動画でさせてもらってます。いや、確かに手間かかりますよ。編集して、アップロードして、で、URL を発行したらそれを送る。そして URL だけ送るんじゃ、 やっぱりね、不愛想なんできちんとした文章も作って URL も添付するって形ですよ手間かかりますよ手間かかりますけどもそれを期待してるんだったらきちんと提供するのが良質なサービスとの約束だと思うんですよそれがまあ最低限の責任だと思いますんでね、まあ、でもですねこういったネットビジネスで関わる方が何かの問い合わせをしてすぐに編集をする例っていうのはほとんどないと思います だいたい2、3日経った後で、いるやかに返信が来たりとかね。しかもそれが本人じゃなくって、誰が返信してるか分からない状態だと思うんですよ。本当誰が忙しいんですかね。がっぽりお金を稼いで、人に指導してあげるよっていうふうにして、ビジネス展開して、セールスは一生懸命なんだけども、お金を受け取った後は、ずいぶんね、遠遠くなる人が多いんじゃないかなと思いますよ。やそういった、いわゆる悪しき伝統にも、私はね、ちょっと挑戦していきたいと。 私の返信メールの中にもテンプレートであると思います業界最速の返信速度これを目指しますと私の返信が遅いと感じる方はもはやいないと思いますいや最初っから早かったでしょ最初は私も速化塾塾生さん少なかったですからそれこそ十数名から始めましたんでねうんやっぱり全員からメッセージが来てもすぐ返信できるんですよまさにそのために私は時間を割いてるわけですからね 何かお仕事をして忙しくってその合間にやってるわけではないんですよもうこれ即家族私の人生そのものですから立花さんも政治家 NHK 党が人生そのものだと思うんですよなんかね非常にまあ嬉しいなと同時に自分の身も立花孝さんほどに割いていかないといけないなと改めて感じた次第でございます以上です参議院議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す <laughs> CIA ですね はい、まあいろいろと名言ありますね。面白いですね。はい。ありがとうございました。でも本当にすごいなと思いましたんでね。ここで返信動画に変えさせていただきました。お疲れ様です。いってらっしゃい。